皇室ジャパン、天皇皇后両陛下、現地時間6月27日のロンドン市内にある子どものための博物館 V&A 子ども博物館を訪問しました。この博物館は子どものために作られたイギリス初の国立博物館で、大規模な改修を経て昨年ウィリアム皇太子とキャサリン妃が同席してリニューアルオープンしました。開放的な造りの博物館で地元の親子連れなども利用しています。現在日本神話から漫画展が開催されており、この展示ではキリエの北斎やスタジオジブリのアニメなど日本が世界に与えた文化的影響が紹介されています。スタジオでは天皇皇后両陛下や地元の小学校や日本人学校の小学生が積み木や折り紙をする様子をご覧になりました。また英国演劇界で最も権威のあるローレンス・オリビエ賞で演出賞が最多6冠を獲得した舞台隣のトトロから一部のシーンが披露されました。この作品は映画で音楽を手掛けた作曲家の久石氏が発案し、日本テレビとイギリスの代表的な演劇カンパニーであるロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが共同制作しています。I'm not
out for you. And then you lift this, then you have some advantage. Thank you.
So, and the Royal Shakespeare Company is so lovely to us. Mm-hmm. And we've been working on the show since 2020. Out of the road!